この動画に10分以内に高評価できた人はもらえるお年玉が増えます。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも。最近カフェインが効きづらくなってきて、それに代わるものを探してる男カエトです。食後にコーヒーとかよく飲むようになってから全然効果感じずに眠くなっちゃうので、どうすればいいか悩んでるなよですね。誰かいい方法知ってる人おる？ってことで、今回ネットでバズった呪術廻戦の面白動画がツッコミどころ満載だった新作です。この動画が一瞬眠いなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。もう意味も理由もいらない。この行いに意味が生まれるのは俺が死んで何百年も経った後なのかもしれない。錆びつくまで呪いを殺し続ける、それがこの戦いの俺の役割なんだ。それではどうぞ。ジョーガって君がバカにしている人間のその次ぐらいにはバカだから。すいません。ナチュラルに謝るジョーゴ、歯と歯並み普通に喋れてるやん。特級術師サツキに妹の命です。妙な式神といったところだな。はい、やるか。いや、石血槍術上手すぎんだろ。これは疑う余地なく特級レベルの強さ。領域展開。福間水氏。宿儺の斬撃が絶え間なく浴びせられ、前に送る。メイちゃん一体何個術式持ってんねん。原作くらい続きが気になる中毒性ある。もしもメイちゃんが来たら、バーサスマヒトの動画見ていきましょう。いや、これもう一人で世界を壊滅できるだろ。呪いの栄称なしでこの威力はエグいな。もしも五条悟が八番出口に迷い込んだらという動画見ていきましょう。おお。場所が場所だからね。おそらく自然発生した呪いによるものだろう。あいつ受肉したクソ呪霊ってところかな。挙式紫。八番出口ごと破壊しとるやないかい。それゲーム性崩壊させちゃってるから。奥の番イン天影流簡易領域バトン。おおバトン。役立ちすぎるタイプの身は呪術界の世界最強の剣士誕生しちゃった。私一人でよくないですか。最強主人公より主人公しょる。死に際に呪力の核心をつかみすぎてるんよ。図が高いな。舐めすぎてて一瞬スクナも困惑してんな。無言風が放たれて終わった。クッソしょうもない計画の使い方という動画見ていきましょう。ポテチとコーラでしょ。俺も詳しく言いたい。いいぜ計画。真面目まずい。うざ。そろそろだな小僧、せいぜい噛み締めろ。いや、八つ当たりで領域展開すんな。人を傷つけるってレベルじゃねえぞ。幼少女の鐘の声トド。無行無常の響きあり。あの練習してる。えシャラ宗樹の花の色。えシャランキュー。シャランキューって。シャラ宗樹の花の。いや、シャランキューはアーティストなんよ。おそらくこれ台本の練習してるんかな。石の上にも三年。の金。え後ろ。豚に真珠。私。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。早口言葉なってる。合わせてぴょこぴょこ。むぴょこぴょこ。ネタつきて早口言葉言い始めんな。こんなことしてたから釘崎救えなかったのか。さっさと答えろ。
お前は誰だ！きっしょ。なんでわかるんだよ。ゲトウの尊厳破壊の伝説のシーン、再し腹話術という高度な術式を覚えたんですね。俺の魂がそれを否定してんだよ。きっしょ。なんでわかるんだよ。いや、本編で絶対しなさそうな表情、ハチワレの声がすごいイケボだね。原作勢にも存在しない記憶、これも一種の領域展開だろう。おしはかるに、マコーラの能力はあらゆるスパチャへの適用。あの頃の俺なら破れていたかもしれないマコな。小僧、せいぜい噛み締めろ。いや、イタドリの金で赤スパチャ投げんなや。自分の金勝手に使われて放心状態のイタドリ。味方まで巻き込んだ無差別攻撃、ここから始まる声があってもいいよね。俺たちの戦いはこれからだ。どう？お前がやればいいじゃん。ペラペラっと。よく喋るな。お堂が何言ってんのか一つもわかんねえ。クモ一つね。殺してやる。こきっせ。あれ、何すんの。巻く相手らから許せる行為、ある意味東堂が天才説。火力勝負と行こう。あれ、頭富士山じゃん。何してんの。どこ、二度と体は貸さん。いいぜ、ボコボコに。あれ、起きろ。つくな。ダメだこりゃ。いや、虎杖カルシファーみたいになってるから。ジョーゴが宿儺に勝った世界戦。トドさん多分死んでますよ。後で俺のせいにせんといてください。お前、いや、味方サイドがとどめさすなや。これはお前のせいでしかないんよ。見てないよ。じゃあ翼が嘘ついてるってことですか。俺たち何やってんだ。社会には変革が必要だ。気に入らない奴はぶん殴る。純平が呪術師になる世界線、理不尽な社会システムを破壊する松陰議員。足、溶けて。おめえら何やってんだ。なんだよ。死にやがれ。いや、一気のね、止めるのはやりすぎです。暴力だけが全てを解決するスタイル、火力勝負じゃなくてじゃんけん勝負だったらという動画を見ていきましょう。構えろ。かかってこい。俺に勝ったらお前らの下についてやる。約束しよう。けっ。もっか勝負と行こう。いや、性格負けず嫌いすぎ。呪いの王じゃんけんは苦手なんかな。貴様、構えろ。次は勝つ。じゃけっぽん。じゃけっぽん。お前強すぎ。帰る。なんだこれ。スクナのジャンケンの実力4級。オープニングで終わるのセンスありますね。連帯か。その声は犬巻先輩。我らのスピードは問題じゃん。特別科学戦闘隊もいるぞ。頼ませ。シャケシャケ。いや、あんまり期待できない集団。花見がパワーアップしそうな舞台ですね。イメージしろ。自由に。一線を越えた未来の自分を。やってやるよ。育った環境、自分好みの絵柄と想像力、性癖は変わる。性癖展開のフラグがすごいんよ。性癖を開示することで呪力増そうとしてる。性癖展開、近親相関って。異端者もいいとこだ。だが俺はこれでいい。もっと自由に。いや、別の意味で尖り始めてんだけど。社会的に終わりという縛りで威力を底上げか。広げろ性癖の解釈を。俺たち異常性癖者は周囲の目をはばかろうなんてしない。疲れた。わざわざ庭でやんの破滅主義すぎだろ。東堂とむちゃくちゃ仲良くなれそうな伏黒ですね。マジか。
どこから行こうか。術式判定。バカ。お前にはやってもらわねばならんことがある。何を見ている。部をわきまえろ。いや、なんかさらっとぼっちゃいたな。てか最強キャラ集結戦みたいになってるね。侵害魔境渋谷事変開幕の合図。何この伏黒恵み大好きしてんの。あ、ああ。やっぱ。おはあ。伊地知から僕のシャツ預かって。あ！こいつら殺す。領域展開。無料空所。釘崎。いや、指導の息超えてるんよ。シャツが1億円だった世界。おお、久しぶり。前に喉をぶち抜かれた時、反撃を諦めて反転術式に全神経を注いだ。そうだな、そうかもな。ビブラート強すぎて内容入ってこない。反転術式でも喉だけ治らないのね。天井天下ゆえりが独創だが、これは五条家の中でのごく一部の人間しか知らない。挙式紫。いや、周りの BGM が情けなくて仕方ない。全然締まり悪い終わり方。虎杖じゃん。卒業式の日、勇気を出して一緒に撮ってもらったんです。でもさっき虎杖くんを見かけて、もしかしたら、なんて。あれ、伏黒もいいんじゃん。早っ。しまった。虎杖に行ってない。だけの変化、絶対誰だかわかんない。虎杖！あれ？この子は？小沢じゃん。米村伝次郎です。ピエヌ。いや、性別ごと変わっとるやないかい。あと名前も丸々違ったね。え、なんで。あの飲み物で満足しているとは。ちょっと東堂だ。ああ、ブラザー。飲み物に迷ってるってこと。今置いていかれているのは俺。お構えた。国戦。国戦の正体ブラックコーヒーだったんかい。販売機やらないところに人柄の良さを感じますね。え、僕のお金なんでちゃんと返してください。ごたくはいい。ごたくごたくはいい。いやいや、さっさと後ろの女を処置しとけ。いないです。いや、お前に何が見えてんだよ。こちらとしてはもう少し眺めていたいが、開門。展開無料空所。いや、それ間違えるか。渋谷事変の勝利理由が言い間違え。その名を全決。もはやゴリラ回戦やないかい。ドンキーって呪術使えたんですね。真人が伝次郎先生だったらという動画見ていきましょう。これも科学のためです。虎杖、みんなに伝えて。悪くなかった。いきますよ。ハッピーエンド。はい、私の圧勝でした。術式の発動の仕方がハッピーエンドだったんだ。伝次郎先生がいるだけで緊張感がゼロになるな。早めに着いた場合という動画見ていきましょう。っていうか、東堂くんなら死なないとか、私たちなら死ぬとか関係ないっつーの。いや、最悪すぎた展開。メカ丸の黒すべて水の泡になってるね。励ましてくれるスクナのモノマネという動画見ていきましょう。小僧、頑張れ頑張れ。俺には小僧がヒーローに見えた。泣くな小僧、誇れよ。お前は言わんまい。お前は何を託された。小僧、変なだるがらみにしか聞こえない。励ましてんだかバカにしてんだかよくわからんな。領域展開地平エンドンか。いつか待つか。セーフってことでいいのかな。スクナ、知れ者が。お前が死のうとどうでもいい。夜
領域展開大失敗だね。めちゃくちゃ自分のことピンチに追い込んじゃった。やる気がない、そろそろ殺せ。ゾロ迷い込みすぎだろ。助っ人としてはありがたいけどね。これで終わりじゃ。君の妹を僕にちょうだい。おいおい、なんだか面白いことになってるな。俺は嫌われてない。あんまパンダに違和感感じないね。あとゲトどんな場面でそれ言えとんねん。セルがさらっと90しそう。領域展開に入ればスクナが勝ちそうですが、早々のスクナという動画見ていきましょう。お連れの方はどこに。やってみろ。鉄血闘術を使用できるスクナー。まあ確かに同じ声優ではあるけどね。もしチェーンソーマンのデンジが呪術の世界にいたらの動画を見ていきましょう。おはよう。君の秘匿死刑が決定した。いや、ナチュラルに回想シーン入るな。クオリティ高すぎて全然違和感ないね。残りが7万。いくらで売れたっけ。落ちた。分かってるって。さっさと殺しちまうか。あいつ悪魔に奪われて絶対仲良くなれねえな。いや、最初友達になろうとしてた。特級呪霊を仲間にするやつあんま見たことないけどね。死ぬ。邪魔すんなら。ボコボコにされとるやないかい。デンジが悪魔になれないの振りすぎだろ。そんでチェーンソーマンになれるんかい。すごい普通に特級呪霊1番目で倒しちゃった。今度マジで殴ろう。そういうやつだ。間違いない、特級だ。結局デンジャーどっちサイドやね。敵なのか味方なのかよくわからん。急にアクション映画ばりの戦闘。アニメ制作陣の作画コストエグそうなんだけど。いや、これもうスピンオフ作品で出して。